ディミトリク・ムッシビリは、ジョージアの政治家、経済、持続的発展大臣、財務大臣、第一副首相を歴任。トビリシ国立大学で1992年に物理学の学位を、1996年に経済学の学位を取得。その後、大物実業家、ビジナイバニシビリが所有する、カルトゥ銀行で副討取り、放送持ち株会社のパリトラメディアで、 事業開発理事など、ジョージア国内の様々な事業で経営者として働いた。実業家、ビジナイバニシビリ率いる政党連合、ジョージアの夢が2012年の総選挙で勝利すると、クムシシビリは、経済、持続的発展省の副大臣、及び国有財産庁長,長官として、政権入りした。2015年、トビリシ副市長に就任。クムシシビリは、 その後、2015年9月から2016年10月まで、経済、持続的発展大臣を務め、また2015年12月末からは副首相も、兼任した。2016年11月、第2次、ギオルギクビリカシビリ内閣にて、クムシシビリは、第1副首相兼財務大臣に転任。2017年11月、クムシシビリは、再び経済、 持続的発展大臣に就任、ありがとうございます。